先週、準決勝戦1着でクリアしました。今の気持ちを教えてください。はい、久しぶりの G1 優勝戦なんで嬉しいです。では松尾選手、2着でクリアになりました。今の気持ちを教えてください。あ、嬉しいです。はい、ありがとうございます。さあ、お二人と一緒にレースを振り返りたいと思います。もうここスタートは黒川選手にお聞きしましょう。今日のスタートドンピシャでしたね。はい、2日目が良かったんでそれイメージして切ったらうまく切れました。2日目以上のこのスタート、どうでしょう、思い描いてた展開に持ち込めましたか？はい、最高の展開になったと思います。そして松尾選手、ここ内側厳しいところを攻め込むんですけども、黒川選手、道中の車の進み具合いかがでした？エンジンいいんですけどちょっとタイヤがかかりきらないんでちょっとペース上がらなかったかなって感じです。ご自身の中でそのあたり、修正点として明日へいい方向へ持っていけそうですか？どうでしょう、フォーク周りとかちょっとやって修正できればいいなと思います。わかりました。それで松尾選手にお話を伺います。先ほど1周3コーナー厳しいところに行きましたけれども、ご自身のマシンの仕上がり具合を教えてください。そうですね、今日は朝から羽が少し収まってたのでいい状態でした。このあたり前、黒川選手見ながらどうでしょう、隙を伺う走りになってますね。前しっかり置いてますね。そうですね、しっかり体勢取ってじゃないと変わんないなと思うんですけど、取りに行くと流れる感じであんまり無理はできない感じでした。どうでしょう、先ほどお話にもありましたが羽という点では今日はそんなに気にならなかったというところですか？今日はもう全く羽はなかったです。ご自身のエンジン状態どのあたりまで仕上がってきてますでしょうか？あとはまあパワーというかトルク感だけあればもっといいんじゃないかなと思います。わかりました。さあ、黒川選手にお話を伺います。ご自身のエンジン状態、ここがいい、特にここがいいよとかいう特徴はありますか今回？いや、今回も本当に全体的にいいと思います。ということで明日へ向けて特にマシンは特に手入れせずというところでしょうか？はい、特にする予定はないです。わかりました。ということでここ松尾選手の追撃を振り切りました。黒川恭介選手が見事一着となりました。配当金はご覧のようになっております。さあ、松尾選手からお話伺いましょう。今日はスーパースター王座決定戦トライアル戦の総公開もさせていただきました。この後大きな開催控えてますけど、やはりここ地元の G1 に2度目の制覇に向けて一言お願いいたします。そうですね、まずは明日いい着が取れるよう精一杯頑張りたいと思います。ありがとうございました。拍手お願いします。さあ、黒川選手、ご自身2度目の G1 決勝戦になります。明日への思いをお客さんに伝えてください。はい、どうにか明日はミスバ作れるように一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。第9レースから黒川選手、松尾選手でした。ありがとうございました。1着になりました早川選手から1着でクリアになりました。今の気持ちを教えてください。はい、そうですね、ちょっと強引なレース内容になってしまったんですけれども、まあ1着取れて、はい、嬉しいです。はい、2着になりました滝下選手、はい、今のお気持ちを教えてください。はい、嬉しいです。はい、ありがとうございます。それではお二人と一緒にレースを振り返りたいと思います。さあ、ここ2度目のスタートだったんですけれども、早川選手、今日のスタートを振り返ってみていかがでした？そうですね、ちょっとずっと切れてなかったんですけれども、まあ、今日エンジンが良くなったせいかだいぶ持ってってくれました。この辺りも外外回りながらもスムーズになんか車が進んでるなという印象を受けるんですけど。そうですね、直線の車速が伸びてくれる感じがあったんで、もう早めに攻めていけるかなとは思ってました。このあたり二村選手、最後の二村選手が前に出て小さなコース取りを取ったと思うんですけれども、ご自身前の車ペースどう感じてましたか？まあ、コースが小さかったんでコースをよく見ながらと思ったんですけれども、ちょっと若井さんがもうすぐ来てたんでちょっと焦っちゃいましたね。若い選手が絶えず仕掛けてました。ご自身のエンジン回転の上がり方が良くなったんでしょうか？そうですね、昨日までとちょっと立ち上がりの感じが良くなかったんですけれども、今日はだいぶ良くなっていると思います。はい、滝下選手にお話を伺いましょう。滝下選手、この辺りではまだ4番手ですけれども、前をどういう風な感じでご覧になってましたか？はい、早く仕掛けてくれと思ってました。願いが通じて今ここに入ることができました。どうでしょう、はい、試走タイムかなり良かったですけど、マシンの仕上がり具合もいいんですか？どうでしょう、もうずっといいです。はい、ということで前をこう見ながら滝下選手のあと一つここが欲しいなという点あれば教えてください。いや、雨が降らない方がいいです。雨が降らない方がいい、はい、なるほど。どうでしょう、レース中もかなり冷静になって展開見れてるんでしょうかね？そうですね、今回乗りやすいんで、
はい、余裕はあります。なるほど。ということで、早川選手1着、2着滝下選手という第10レースでございました。はい、早川選手、マシーンもう一つ求めることがあるとすればどういうところでしょうか。まあ、だいぶ良くなってるんですけれども、もう一伸びしてくれるといいかなと思ってます。はい、わかりました。さあ、それでは滝下選手からなんか話に聞くと、2014年9月以来の G1 の決勝の舞台ということで、はい、気合のほど全国の皆さんにお願いします。はい、もうちょっとスタートを勉強します。応援してください。早川選手、全国の皆様に明日へのメッセージをお願いします。はい、そうですね、自分も山陽の優勝戦久しぶりなので、明日は精一杯頑張っていきます。応援よろしくお願いします。第10レースから早川選手、滝下選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。 それでは、1着になりました佐藤孝也選手からレースを得られて感想お願いします。すごく嬉しいです。ありがとうございます。2着になりました岩崎良一選手、感想お願いします。いや、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、ありがとうございます。それでは一緒に VTR でレースを振り返ります。さあ、ここスタート佐藤孝也選手にお伺いしますけれども、はい、今日のスタート振り返ってみていかがだったでしょうか。そうです、今節の中では一番よく切れたと思います。ここからグイッと伸ばしていって、どうでしょう、4番手まで上がれたというところ、大きいですね。大きいですね。はい、ここから車の進み具合いかがだったでしょうか。そうですね、昨日の夕方の練習あたりから感じよくなってきて、まあ、11レースだと夕方練習と似たような時間なので、すごく良くなりました。さあ、岩崎選手にお伺いしましょう。岩崎選手、はい、スタート前に出ることができました、はい、道中の車の進み具合いかがだったんでしょうか。ちょっと跳ねてもペースがあんまり上がらない感じでしたね。はい、やはりそのあたり後ろのことをかなり気にしながら前へ進むという感じでしょうかね。いや、今日はそういう感じはもうなかったですね。はい、どうでしょう、ご自身に求めるところをどのあたり求めますか、これから。まあ、エンジンはそんな悪くないんで、羽が治ればいいと思うんですけど。わかりました。佐藤選手、今節ヘッド交換されて、はい、そこもバチッともう合ってるという感じでしょうかね。はい、初日終わってからヘッド交換しました、はい、そこから、まあ、ヘッドの調整ずっとしてって、結構良くなってきた感じがします。こう岩崎選手のうちトライした時もかなりスムーズに車が行ってますね。ちょっと跳ねてるんで厳しかったんですけども、それでも車が伸びてってくれるので、エンジンはいいと思います。レースタイム、3.370 というタイム出ました。いや、僕にしてはもうかなり速いタイムじゃないでしょうか。ということで、かなり佐藤選手マシンの、ね、仕上がり具合も良さそうな感じですけど、明日晴れか雨かというところで結構予報的には微妙な予報が出てるんですけど、そうですね、ちょっと雨の方が跳ねは少ないんで、まあ、雨の方が気持ちよく走れるかなって感じがします。岩崎選手、そのあたり明日の天候についてはどういうふうに考えてますか。いや、まあ、どんな天気になってもいいように用意はします。はい、はい、わかりました。先週は広島競輪場で全国の競輪ファンの皆様にオートレースを宣伝していただきましたが、ここで一つ結果を出して、なんか一つ荷が下りたなって感じですか。そうですね、決勝慣れてよかったですね。はい、それでは全国の皆さんに、明日に向けて意気込みを岩崎選手お願いします。まあ、決勝乗ったんで優勝を目指して精一杯頑張ります。お願いします。佐藤選手、ここにレースで佐藤選手を大予想した名人がいらっしゃいますね。名人、一言お願いします。ベッドミー、ありがとうございます。それ言うですか、本当に。さあ、改めて佐藤選手、全国の皆さんにメッセージお願いします。はい、そろそろ皆さん、平成最後の G1 ウィナーはそろそろ忘れてると思うので、今回は令和最初の山陽 G1 ウィナーになりますので、明日も僕から買ってください。ベッドミー。11レースから佐藤選手、岩崎選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。